まあ、折口先生はオカルトを分かった方でしょうね。古代が見えた方だと思うんですね。あの万葉集をほとんど一息で書かれた、あの万葉集の注釈ですね、と聞いております。こんな人はいないわけですよね。三月半くらいで ね全部全現代語訳した全万葉集の知恵をつけられて、その質の高さのために、これはまあ谷沢栄一さんから聞いたんだけども、あの今万葉を研究する人は、まあ、万葉集の研究者なんか山のようにありますけども、絶対一つ落としていけないのは折口さんの万葉の解釈だけは絶対読まなきゃいかんと言われておるそうですね。それをたった3ヶ月ぐらいで万葉集全部注釈、口述ですか。そうです。あの、ね、3人友人たちに交代して引きしてもらって、注釈書は何にもなかった、文庫本くらいの原点集だったというだけなんですけどね。だから頭に全部万葉の世界が入ってたんですね。これは単なる知識じゃなくて、万葉の世界がまあ見えるというような感じですね。そんな単なる知識じゃなくて、まあ、私に言えばオカルトの境地ですね。小林移動のスバルの音楽も含めて、評論も含めてお願いいたします。まずあの僕は一つ安心しました。あの小林秀夫って人のあれは、ね、あの最初のさまざまな衣装から、分かんないんですね、読んでてもね。なかなかあの人の評論いいっていうことは、もうみんながこうなんか格付けせられてるような感じなんだから、いいと思わなきゃいかんようですけども、読んでてなんかこっちはあの大変面白いんですけどね、面白いんだけども、じゃあ分かったかと言われるとなかなか分かんない、そういうところがあって、今渡辺先生のお話で、分かんないのが当たり前だという感じがしてちょっと安心しましたけれども、それからまあ、あの最初のところに書いてありますけれども、あの小林さんが折口のところへ宣長を書くについて相談というか話を聞きに来られたわけですね。その時私はやっぱり折口のうちにいましたから、でそういう時はあの何遍もこうお茶を買いに行くわけです。やっぱり聞きたいですからね、あの二人がどういう会話してるか。2階 の, あの客前トン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 とお茶持って行って、あの買えて、またあのしばらくこう障子の陰で聞いていて、またあのお茶が冷めた頃また持ってって、聞くわけですけど、それでそんなことを分かってるから、小林秀夫さんが帰るときに一緒に大森の駅まで送っていこうと言って、そしてあの3人で大森駅まで15分ぐらいですけども行ったわけです。その間の会話はほとんどもうあの現代の文学についての2人の話でしてね、堀さんの話、堀田斗さんの話だとか現代文学についての話だったんです。ただあの小林秀夫さんが書いてられるように大森の駅の階段がこう10段ぐらいあるわけですね、改札口の前に。そこをあのはい、それじゃあこれでって小林秀夫さんが非常に丁寧にあのお礼を言って、そして、トントントンとこう階段上がったんです。途中から小林さん、大きな声で、周りの人が本当こう振り返るような大きな声で呼び止めて、そして、宣長さんは何つっても源氏ですよ、はい、さようならって、それが非常に小林秀夫にとっても印象的だったらしくって、まずそのことからあの本が書き出されているわけなんですけど、文書の本文の中にはね、そんなにたくさん折口のことは聞かれてないけれども、でも折口のことをやっぱりあのいつも考えてられただろうと思うんです。それから渡辺先生がおっしゃったあの言霊は海の彼方から来ているって言って小林秀夫が書いてるという、ちょっと言葉が違うんですけど、折口信夫も、日本人の歌の元は海碑、海の彼方の海碑の言葉なんだよ、海の彼方から来てるんだよって言ってるところがあるんですね。同じことだと思うんです。折口にとってはやはりあの自分の作る歌、あるいは自分のさっき読みましたあの
戦後の詩なんかでもそうですけれども、ほとんど漢語の熟語やカタカナ語なんかはありませんですね。みんなの大和言葉で書いてありますけど、大和言葉で自分たちの破れたことを反省しているわけで、内的な反省ですから、外来の言葉なんか一切出てくるわけはないのですけれど、まあそんなことを伺ってて何しました。それから戦争っていうものは結局本当の若者たちに、特にこれから大事な言葉を、そして心を身につけていく若者たちに言葉を奪っちゃうもんだっていう、そういう実感が非常に私どもは強いんです。つまり先ほどの四字の標語ですね、天上無窮だとか、鉄国幸福だとかっていう、空虚な感じの四字の標語ばっかりで、私どもは小学生になった頃からもうこの軍国主義でこう育ったわけです。で戦争に負けた時にふっと自分を振り返ってみて、自分の言葉がなかったわけです。大和言葉がなかったわけです。でその時に折口のこういう詩がスーッと乾いた砂にこう水が染みるようにして染み込んできたのと、それからある時僕がその歌を読んでも、我々よりも10年も15年も上の佐藤佐太郎さんとか近藤芳美とか、宮修司というふうな人のようにスラスラとどうしても歌が出てこないわけです。つまり言葉が、身についた言葉がないですから、私とどもと同世代の三島由紀夫だとか、大体同年のもうほとんどみんな亡くなられましたけれども、作家たちは戦争中非常に恵まれた、つまり体が弱かったり、あるいは戦争をやらないで温存せられて、そして戦争中割合に言葉を身につけることのできた生活をしてられた、僕らなんかもう大学予科に入った時からほとんど軍事工場へ行き軍隊入りして言葉を持てなかったような、そんな環境だったわけです。それが敗戦後非常に苦しみに感じられて、あんなふうに10年15年先輩たちのように歌えたらと思ったんです。その時に万葉集の東歌を暗記しなさい、咲森たちが漢字が一字も書けなかった、一字も読めなかったはずの咲森たちがピックアップせられた時に、あんな素晴らしい歌を読んでるのは東歌が物心ついた時からあるからなんだ、東歌を全部暗記しなさい、それは大変僕にとってはもう鱗の目の鱗の落ちるような言葉だったわけですけど、そんなことも思い出します。それを思い出したんですけどね、その外から言葉が来るっていうね、それはね古代の人は多くそう考えたんじゃないかと思います。例えば天才という言葉はジーニアスと言いますね。ジーニアスの語源は元来は守護霊という意味なんですよ。だから外にあったものなんです、天才が。ところが18世紀頃のロマンティシズムからですね、自分の頭の中に入っちゃってね、天才というのは自分なんだというのことになっちゃったんです。昔は天才というのは外にあったんですね。言葉もですね、魂も外から来るものだったようです。その聖書にもね、風はどこから来てどこへ行くかもわからないと、その風という言葉に、霊魂みたいな訳をつけるわけですが、ギリシャ語では全部ニューマンなんです、風なんですよ。だから魂と風は同じようなものに引き寄せておって、魂という時やっぱり風という言葉しかないんですね、聖書では。だから魂も今の人らは自分についてるんだなって思うかもしれないけども、外から来たという発想が古代は日本でも、それからギリシャでもローマでもあったと思いますね。ちょっと関連で精神と海っていう、よく先生使われる古英語の世界で語源のことで、海とソウルとスイ、ゼイっていう海の、はあ、
英語のソウル、それからドイツ語のゼーレですね、これはまあ、その辺の人たちはしょっちゅうやった話なんですが、海に属するものという意味なんですね。だからゲルマン人は死ぬとどっか北の方のですね、静かな海に霊魂が行くと。そしてその死ぬ時、剣を持って死ぬと子孫によみがえれるとかね、なんかいろいろあったんですが、その魂というのは海に戻るんですね。海から来て海に戻るというのがゲルマン人にあったことは、そのソウルという語源からね、今魂のソウル、から分かるわけですね。それからもう一つ、スピリットというのはこれは息ですから、これはあの風みたいなものです。どうも魂とか霊魂に対する表象は、みんな外、ゲルマン語であってもギリシャ語であっても、それからラテン語であっても、外から出入りしたようなものっていう感じですね。だから死にはまた出ていくというような感じです。僕はね、それはね、案外近代科学的にも本当なんじゃないかなと思うんです。というのは、その死んでる人と熟睡してる人ね、同じですよ。どこ違うかというと息してるだけなんですね。だから熟睡してる人は8時間寝ようが10時間寝ようが腐らないんですけどね、暑いところに寝てても。死体を8時間置くと腐り始めるわけです。で、腐らないのは息してるだけなんですね。まあ我々が分かるところでは。だからその息が最後の息、エクスパイアしますとですね、エクスパイア、だから最後の息が出ちゃうと腐り始める。で、なんか根源的なところは そんなところかなっていうような感じなんですね。万葉人の五感は現代人に比べてすごく力を持っていたっていう話よくされますけど、それも見えない世界を見る、そういうことにこうつながっていたのか。先ほどの結局我々現代人がオカルトっていうと何か屈折してその世界を受け取ると思うんですけど、もっと今日のお二人の先生のお話は、その見えない世界を見る力、そういうことで、岡野先生は万葉人の五感っていうものは現代人に比べて比較ならないくらい力を持っていたっていう、その辺のお話もちょっと関連させていただきます。はい、そうですね。またあのことにね、この近代、さらに最近の、まあ、日本人だけじゃなくて人類はみんなあの言葉がもう軽くなってしまって、若い人たちのあの メールの言葉なんてのはもう、言葉なのか符号なのか、うめきなのか暗号なのか分からないような感じになっちゃってるから、あの言葉が重いというふうなことを言っても、その実感が現代の人にあんまりないことがあるんですけども、あのつまり例えばあの柿本の人丸の有名な歌で、笹の葉は宮間も鞘に鞘けども我は物をも別れ気に入ればという歌のことに、あの上の句なんですけども、あの頃の一番古いこう日本語の大和言葉の発音の仕方で言えば、笹のパパ宮間も鞘に鞘けどもというふうに言うんですね。で、我は物思う不思う不別れ気に入ればというふうになるわけですけども、あのそしてあの笹のパパ宮間も鞘に鞘に鞘けどもというふうな、今のあれで現代語を訳すれば、その山全体が、それぞれこう口々に言葉を発し、音声を発して、そして山全体がざわめいているけれども、どよめいているけれども、つまり魑魅魍魎デモンスピリットのささやきを山全体がささやいて、勝手にうごめいているけれども、だからこそ自分は
家に残してきた、そして自分の魂の守護霊である妻のことに心を集中して、そして旅を行くんだっていう。で、その木の葉も岩根、この立ち草もそれぞれ言葉を、魂を持ってて、そして言葉を発している。決してその人間のためにそれは優しく支えかけたり祝福したりなんかするんじゃなくって、うっかりするとこっちの魂を誘い出して、そして、災いを与えたり、あるいは自分がその魂と入れ替わって、肉体にこう人間の肉体に入ってしまったりしようと思って死に魍魎がざわめいている、そういうふうな中をこう一人で旅していく、あるいは数人の男が旅をしていくわけですね。でいつでもだからその魂の不安感ってものを家なる芋、家なる自分のために祈ってきてくれている、そして心を集中して、ほとんどこう行動しないでひたすら旅先の男のために祈っていてくれる、その妻に、家なる芋に心を集中していく。で旅の宿り宿りでそういう魂の交換をして、その交換の印の歌をこう交換し合う、そういう形で古代の歌はあるわけですよね。つまりそういう時の言葉っていうのはそれこそ命そのもののような言葉であって、で、まあ、例えば柳田国男なんかはこそこそ女の人の強調するこそなんて言葉は、そういうより遡ればレモンスピリットがくさくさくさいうふうな、山もつやにつやげどもっていうふうな、そういう感じのあれが強調の言葉、脅威の言葉こそになったんだ。それが女の人たちが後に平安朝やなんかのくさくさどなさんちゃまこそこそって言ってるのが変にも耳についてなんかまがまがしく聞こえるというふうな感じはまだ残っていたんだろうというふうに言ってるわけですけど、まあ少しこうマイナスの面みたいな形で例にしましたけれども、先ほどつまり、呪いの言葉、つまり「まが」「まがあれ」「まがれ」ですね。それを「治れ」、そのまっすぐになれ、「まがあれ」なんていうのはもう非常に恐ろしい呪いの言葉です。だから渡辺先生もそっち向いてはおっしゃらなかった、こっち向いてこう指さすわけですけれどもそしてそれを直すための「治れ」という言葉、もう最近まで軍隊の中で生きてたわけですけれども、つまりああいうその大和言葉の持ってる不思議なマジカルな力っていうのは実は今でもいろんな部分で、ことに和歌が持っている力っていうのはそういうところに一番多くあったわけですね。そして援護、掛け言葉、それから本歌取り、枕言葉っていうふうな、いわゆる語りの言葉よりももう一つ重い次元、あるいは内容の緻密な和歌の言葉っていうものは、そういう力が あるからずっと後まで和歌の調べ、それから和歌の定型ってものが重んじられたわけ。それがまあ近代に入ってすっかりこう意識が変わってしまって、写実主義だとかいろんなヨーロッパの文芸意識によってこう引っかき回されて変化していったわけですけども、それでも人の和歌に対するこう気持ちの中には今でもあるわけですね。歌川始めなんかの非常にこう母音を長く弾いた老詠なんかで聞いてますと、カタカナ語よりも漢語の音の熟語の方が分かりにくいんですね。その耳だけで聞いてますとね、ことに農業のあるいは土木建築の技術語、非常に分かりにくい言葉、路肩とか古城とか、古城なんていうのは、畑とか田んぼとか言ってくださればよくわかるんだけども、耳だけで聞いてるとわかんない、むしろ、カタカナ語の方がまだわかりやすいですね。まあ、そういうところからどんどん
変わっていくわけですけども、それでも歌の調べで言われるとなんか違う気分がまだ今でも残っているのではなかろうかと思いますけど。